YouTube 頼みで生き延びます。はい、テレビアニメポーション頼みで生き延びますが、今年2023年、の放送開始まで生き延びていくためのミニ番組です。イエーイ。改めまして、主人公のカオル役を演じさせていただいております、くすみりんです。はい、フランセット役の高柳智代です。レイエット役の北川夏希です。はい、はい、第2回目です。はい、今日も生き延びてます、まだギリギリです、はいはい、なんかこうね、まだ掴み切れておりませんよ、はい、そうだね、前回ね、第1回でりんちゃんが自己紹介とそうなんです、させていただいたんですけれども、今回はなんと、はい、田中さん、はい、私、はい、フランセットさんということでね、これ毎回こう自己紹介プラス役名にを頭文字とした質問をそうなんですよぶつけるということで、ちょっとそうなんです、カオルと比べると ね文字数も多いし、いいなんと、うんが、うん、とかなんか現代のまだ日本語では頭には来ないとされているので、うんになっておりますね。あ、でも全文字使わなくてもいいよってことではあったん で、 本当ですか、ま、お二人のお二人次第というところで、はい、なんか挑戦を感じます使ってやる、全部使ってやりましょうはい、ということで今回は、高柳さん、北川さんのことも知ってほしいということで、今回もこちらの企画を行います。名前頼みで自己紹介、イエーイ。はい、先ほども言わせていただいた通り、今回は高柳さんに自己紹介していただくんですけれども、はい、はい、高柳さんのことをね、もっと知るために、先最初に自己紹介していただくんですけれども、その後に、高柳さんの演じるキャラクターのフランセットの文字から始まる質問を私たち2人でね、はい、していこうと思っております。そうなんですよ、賢いキャラなのでカオルさんは私はその担当をしていきたいんですけど、今回今回もでもね、結構アフレコの時もね、そうなんです、あの方々からカオルちゃんらしいねというお言葉をいただいているんですけれども、はい、褒められているのかは定かではありませんどうなんですかね、なんか割としていただくんですよね、うん、いやそう、なんか多いねって、多い、そういなって思うんだよなカオルさんはもうちょっと賢い気もするんですけれども、ね、知恵が働くというか、悪い知恵が働くというか、口が回る、お、あ、口が回る、あ、いい言い方、いい言い方、はい、こんなところでこんな私の話は今回はちょっとあれなんですけれども、はい、まずはですね、普通に高柳さんに自己紹介をしていただきたいと思っております、はい、お願いいたします。はい、改めましてラクーンドッグ所属高柳智代です。出身は千葉です。あ、千葉から、ピーナッツいっぱいって感じですなんか千葉ってピーナッツ有名なんですね、はい、給食にはピーナッツバターが出てたタイプの千葉出身です誕生日は10月14日何の日ですか、何の日何の日か、何、あ、智代さんが生まれた日ですよね、私が生まれた日、あとは坂井雅人さんと同じ日ですこれだけは覚えてる、そして趣味、特技はですね、趣味はもう私はアイドルのコンサートに行くことです。ハロープロジェクトが大好きで、もうそうでしたね、はい、そうでございます、もう好きあらばコンサートに行ってます、 いいですね、あとは、はい、そうだな、でも舞台見るのも好きで、あ、言ってらっしゃいましたね、そう、舞台もちょこちょこ暇を見つけては見に行ったりとかしております。はい、最近だといつ行かれましたか、最近だとですか、この収録してる前日も舞台見に行ってました、はい、行っておりますめちゃめちゃ行ってます、どれだけ行っているかが伝わったと思いますはい、そして演じさせていただきますフランセットさんなんですが、はい、もう絵とかを見ていただいたら分かると思うんですけども、はい、かっこいい女騎士、かっこいい女騎士、今日もかっこいい感じのスタイルで参りました、フランセットさんっぽい、はい、かっこいいだけかなって思ってるあなた、なんなんでございます、アニメが始まったら彼女の可愛いところも、はい、ちょっと抜けてるところも、でもやっぱり彼女がこう培ってきた騎士としてのかっこいいところも、いろんな魅力が詰まっているとても素敵な女性となっております。そうですね、心強いんです、はい、カオルちゃんとの出会いで、でも本当に彼女の人生が
変わって行きますので、はい、その辺一体どのように変わっていくのか、はい、ぜひアニメの放送を楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。はい、素晴らしいもう全て言ってくださいましたそうですね、フランセットさんは、うん、なんか最近は私の記憶だと戦ってる、確かに、ですけれども収録の時ね、そうなんです、ちょうど戦っておりまして、騎士としてのかっこいいところをお見せするシーンもございますよという、はい、もういつも頼もしくて、すごいかっこいいところがね、そうなんですよ、いつだって守るぜってこう、なんて言うんです、騎士としてのかっこよさもありつつ、うん、人として尊敬できますね、うん、フランセットさんは嬉しい本当本当です。ちょっと戦闘になると人が変わる部分若干あるんだけどね。そうなんです、どこに行ったんですかって言うんですけど、ね、そうなんですよ、いいんですよね、うん、それでは、はい、ここからは私たちがフランセットの頭文字で、はい、質問していきたいんですけれども、はい、私からいいですか。どうぞ。はい、それでは、普段の生活で欠かせないことは。わ、いい質問、いい質問。普段の生活で欠かせないことか、ね、毎日これはやるなっていう、毎日これはやるな、あーそうだな、最近は、うん、朝とても乳酸菌を取っています。おー大事ですね。大事、ちょっと健康に気を使っていこうという意識で2023年生き抜いております。いや本当にわかります、はい、なんかよく睡眠とかの大事さを感じていますね、ここ最近は。アフレコ現場でもさ、はい、どんな枕使ってますか。そうなんです、なんかポーションの現場、健康にすごく気を使ってる方が多いのが、まず布団の話から始まって、最近いい布団ありますかね、枕は一体どれくらいがとか、いい病院はそうそうそうあれってなんかを命名してる、してます ね、 ねお互いためになるねって、なるねって言って情報交換してます、健康についての。はい、確かに大事ですね、乳酸菌は。乳酸菌ちょっとやっぱ体の中から健康になっていこうかなと思って。いいですね、それこそポーションのように。そう、ポーションがあればね、そんなこと気にしなくたって。現代のポーションですからね、乳酸菌は。そう、確かにそうですよ。ありますか。はい、あ、何でもいいですよ。ふでもいいですよ。ふ、らでもいいです。らでもいい。あ、じゃあせで、はい、声優になって嬉しかったこと教えてほしいです。あらー、そんな可愛すぎ、もう本当に可愛い、声も可愛いしさ、いいね、なんて嬉しかったこと、で毎日嬉しい、確かに毎日嬉しいけど、ね、やっぱりそれこそアフレコでマイク前でお芝居してる時がやっぱり一番嬉しいかな、なんかやっぱりそこに立ちたくて声優になったから、なんかいろんなね、こうこうやっておしゃべりするお仕事もなんか全部楽しいし嬉しいけど、やっぱりお芝居にこうお芝居しながら、なんかこうそれこそ自然とセリフが今出たなみたいな瞬間っていうのがすごくやっぱ一番嬉しいかなって思います。なんか掛け合いしていると、家でこう私が想定していたものとかは全然違うものが出てくることの方が多いんですよ。だからこう人と掛け合えるっていうのはすっごいいいなって思いますね。わかる、やっぱね、今なかなかね、相変わらずちょっと分散収録なところはあって、全員とはできないんですけど、でもね、そうやって会話があるところはなるべくこう会話できるようにアフレコをさせていただいてるので。そうなんです、ね、だからそうですね、お芝居をしている時、うん、一番そこが出て幸せだなって思いますね。日々幸せでしょうがないですね。幸せでありがたい、はい、本当に。あとは、今の背が出ましたよね。背が出ました。ラでいきましょう。ラもまあまあ難しそう。まあ、そうですね、ラッキーだなって思ったこと。ラッキーだな、ここ最近ラッキーだな自分って思ったことありますか？もう毎日ラッキーだなと思って言ってるけどね。もしかして毎日楽しくてラッキーで幸せな日々を過ごしてる。そうそうそう、だって声優やってられるだけでラッキー。いや本当にそれはそうですね、本当にここにいるのが日々ラッキーではありますよね、うん、ラッキー。そうだな、でもそれこそ舞台をね、うんうんうん、見に行った時にすごい見たかった舞台の、はい、こうやっぱこういうお仕事してるから、はい、なかなかこう
前もってチケット取るのって結構難しいところが、そう、取っててもあ、お仕事入っちゃったからお仕事頑張ろうとかっていう風になったりとかすることが多くて、結構私はなので直前とか当日に、あ、当日券が出てる、これちょっと気になってた舞台だから行こうかなみたいな感じで見に行ったりすることが多いんですけど、それで急に行って結構もうほんとほぼ満席の舞台だったんですけど、たまたま多分機材開放席だったのかな、ちょっと見切れますよみたいな席ではあったんですけど、でもほぼ見切れずに前から数えた方が早い席を、そう、取れて、ラッキーだ、すっごいラッキー、でも確かにこうチケット系思いますよね、ね、持ってるって思う時ありますよね、今年の運は来てるぞって思う時ですねなるほど、ラッキーだなと思ったことは、遺跡があった時、遺跡があった時、はい、そして毎日です、毎日です、はい、あとは、あとはあとは、あと、難易度が高めな、うんと、ずっと、ずっと、と、ちっちゃいつ、ちっちゃいつ、と、と、え、と、えだな、これは、と、と、と、すごい、全部入ってる、うん、つ、と、今日食べたいものはありますか？うまいね、今日食べたいものか、はい、この後食べに行きたいものとか、この後食べに行きたいもの、はい、そうだな、うわー、でもちょっと肉ですね、肉です、肉です、肉の部位はどこが好きですか？肉の部位どこが好きかな、はい、でもちょっと油多いのは苦しくなってきたからちょっとそう、やっぱね、ちょっとお腹の中から健康に言いたい今年は、あ、赤身、あ、赤身、やっぱりヘルシーですし、ヘルシーに、そう、赤身なら罪悪感も薄いぞって、ちょっとでもね、やっぱお肉とか食べて、うんうん、スタミナつけてアフレコ頑張んなきゃいけないですからね、はい、本当にそうです、体力勝負ですからね、そう、美味しい赤身を食べて、はい、残りのアフレコも頑張っていきたいなという気持ちでおります、はい、素晴らしいです、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、答えていただきました、今回はここまでとなっております、はい、どうでしたか？いや、確かにとっさに聞かれると緊張しますよね、緊張する、なんか自分では何喋ってるんだろう今って思いますよね、確かに私んとかつとか考えなくてラッキーとか思ったけど全然そうですよ、答えるのもトリッキーなことができますから、いやでもちょっとでもこれで知っていただけたら嬉しいなって思います、はい、次回は、はい、月ちゃんの番ですよ、北川です、はい、お願いします、いけますか、はい、頑張りましょう、でもちょっと1回2回で、うん、どんな回答が飛んでくるんだろうってすごい気になってます私、確かに、うん、うん、いいんですよ、なんとかなります、はい、お願いします、はい、頑張りましょう、はい、ということで次回は北川さんに質問していきます、それではみんなも生き延びよう。